今回紹介するのは「ヘンリー・ライクロフトの式」という本です。南イングランドの固い中に陰性して一人古典と田園の世界に心豊かに生きる一人物の自伝に堅くして書かれたギッシング最晩年の作「食備この上ない自然描写は英国人ならざる我々をも見してやまぬが」。 何よりも我々の心を打つのはこの作の隅々にまで行き渡る。自分というものに対する強靭な誠実さである経済的な悩みのない田舎での暮らし家族もなく親戚もない代わりに得られる心の安らぎ欲しい本を好きなだけ読む幸福性的な読書人の理想の一つの形がここにある著者ギッシングは。 将来を嘱望された学生でありながら、娼婦に入れ込んで、学友の財布からお金を盗んだために奉公、方向裕福な家族からも絶縁となった。その後、その娼婦を妻とするも、夫婦仲はうまくいかず、その後、目取った妻も家庭には不向きで、仕事に打ち込んだものの、世間には評価されず、栄養失調で体を壊し、 若くしてするヘンリー・ライクロフトが自宅のソファーで眠るように見まかったのに比べて何たるさギッシングが夢見たヘンリの生活は若い頃に道を踏み外すことがなければそのままギッシングの生活ともなりえたのに著者のその他の著作は「無階級の人々」「ネザー・ワールド」「三分分子、ルタクの地に生まれて」など苦いものが多いがこの 式だけにはのどかでゆったりした空気が流れているこの式の原稿はギッシングの死後発見された生活のために短編を投げ売りする生活の中でこの本を書くことが彼の唯一の魂の逃避場所だったのかと思う田園の風景安穏な生活小鳥のさえずりの美しさはギッシングの幻想の中から生まれたゆえである以上 興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。